去りやすいから。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、じゃあどうぞ。もっちゃんです。よろしくお願いします。今日も勝つぞ。何よくわからない。ホリケンさん、ゆる言語学ラジオのホリケンさん、堀本です。で、我々この間もっちゃんに招待されて、映画水俣、うん、うん、入りましたね。どうでしょう。あの、大変面白かったです。すげえバカみたいになっちゃった。ちょっと、本当に良かった、いい映画でしたね、うん、とても、あの、まあ、水俣病ってを題材にした映画で、で、まあ、どうしても私ですらやっぱり、教科書で書いてあるようなことしか知らなかった事実なんですけども、うん、アメリカのフォトジャーナリストが、水俣病について取材した結果、うん、実は裁判の数勢を決める決定的な働きをしたっていうようなことだったらしいのを知って、うんうんうん、へえと思ったし、うん、まあ、映画的には真田さんの演技がとても私は気に入りました、うん、どうでしたか。そうですね、僕はあれでした、暗室の描写がめちゃめちゃ良かったなっていう、赤いね、光が特徴的なね、はい、映画的に作りもすごく良くて楽しみましたね、はい、で、これもう23日に公開なんで、ぜひ、はい、とてもいい映画なので見てくださいということで、で、今日はまあいつも通りもっちゃんと続くの話なんですけども、堀池さんはまあじゃあ聞いてください。はい、ふんと思うか。本当に冒頭だけなんだ。賑やかし役をやらせていただきます。ふんと思うか、何言ってるバカと思うかはまあ。はい、ちなみに水野さんと堀健さんはどっちの方が数学ができるんですか。僕の方ができます。一応慶応の、そっか、理系だ、理系なんです。そっか、そう、じゃあ今日は一応テーマはフェルマーの小定理、うん、フェルマーの最終定理って知ってますか。聞いたことあります。フェルマーの最終定理知らない。知らないです。知らないの。証明まだできてないやつです。それは一応もう10年か20年前に360年ぶりに証明できました。失礼しました。それはですから、A の N 乗足す B の N 乗が C の N 乗で、 N が3以上、2だったらね、345とか、ね、51213とかいっぱい整数の組あるんだけど、 N が3以上だったらこの整数の組はないですよっていうのをフェルマーさんが、僕は証明に成功したけどそれを書く余白が少なすぎて書けなかった。あー、紙ぐらい、ね、紙ぐらい俺やるよって感じでね。紙にどうぞ A4 ね、今500倍でね、200円ぐらいで買えるんだから。そのエピソードって本当なんですか。一応本当ですよ。へ、で、そこからさが300年以上数学者が頭を悩まして、多分これで人生棒に振った数学者多分何人もいると思います、うん、なんか人類の歴史っていうのを感じます ね、 もう。もうだから田中敦さんのYouTube でもこのテーマが一番伸びてるかもしれない。で、これですが360年経って、イギリスのワイルズ教授って人が証明に成功しました。でも実際その証明が正しいかどうかを分かる人はほんの数人しかいないと思います。難しすぎて。で、そうじゃなくて今日は一応フェルマーの小定理の方がフェルマーさん自身がちゃんと証明してるし、俺でも説明もっちゃにできるぐらいの定理なんで、それを話したいと思うんですけども、じゃあここで一つ問題です。2の、じゃあ来年2022年だから、じゃあ2の2022乗を19で割った余り、はい、いくつですか。いや、それ無理ですよ。わかりません。無理ですよ。堀池さんもちょっと無理です、君はね。うん、無理です、うん、ね、で、しかもこの計算、こんなのね、とてつもない数だからね、うん、何600桁ぐらいの数かな。なんでそんなのは600桁って言われてね、一応ほら1兆100千万10万100万1000万1億10億100億1兆10兆100兆1000兆の次は、兆の次、 K の次は、カンタロウ、違う、ガイの次はもう忘れた。ジョーとかじゃなかった。ジョーとかね、ジョーで途中不可思議とかアユタとか、うん、で無料体数が一応まあ名前がついてる上限、日本語ではその無料体数ですらと10の64乗ぐらいかな、合ってますね。なんで600桁とか言ったらもう、で10の600乗とかすらもう名前もないぐらいの数字、でかい数字です。で、これを19で割った余りが実はすぐ出ちゃいますよ、すぐって言えばちょこっとした計算で出ちゃいますよというのがフェルマーの小定理で、じゃあまあそれには合同式使うんですけど、まあもっちゃんも合同式ね、ちょこっと教えたことあるんで覚えてるね。しまった、合同式ってなんだっけ。まあいいや、まあいいや。じゃあでも、じゃあ2の、じゃあ例えば5乗を7で割った余りぐらいはまあ別にもう答
答えだけ出せばいいんだったら頑張って答え出して。普通に計算していいですか。普通に計算していいですよ。普通に計算していいですよ。8 2 2 2 2 2 2 2 3 2、うん、を7で割る、うん、4、うん、あまり。この書き方懐かしいな、うん、随分可愛くちっちゃく書くね。4あまり、うん、4、7、28、4あまり、4、うん、4ですね。はい、はい、で、こういう時に2の5乗をモッド7って言って、7で割ったあまりだけに注目する書き方。例えば、3っていうのは、うん、10と1合同っていうこういう書き方するんだけど、これを何となく覚えてる。はい、思い出します。これは、10ってのは7足す3でしょ。はい、だから10は7で割ったらあまり3だし、例えばこれが、7で割ったら24とかね。3と24、合同です。これってモッド7っていうのをどっかにつけるの。あ、もちろんつけないと、つけないと分かんないからね。あ、そうだそうだ、うんうん、で、これも 7×3 足す3っていうふうに、この 7× の部分は7で割ったあまりには何の影響もしないから、これなくなっちゃうんですよ。で、こういうのモッド7で、これをですから4って書くんだけども、じゃあこの4っていうのを求めるのにモッド7だったらいいのね。モッド7だったら2は1乗で2で、2の2乗は4で、2の3乗が8で、8っていうのはモッド7で言うと 1ですよね。そしたらもうここ1にしちゃって、次2の4乗考えるときは2の3乗が1だから、これにもう1回2をすればいい。なんで2の4乗はこれに2をかければいいから2ですと。で、そしたら2の5乗はこれにまた2をかければいいから 4っていうふうに、まあ、出ますよと。で、実はモッド7だと2の累乗だと2、4、ここで1が登場するとまた繰り返しになるでしょ。モッド7の場合で2の累乗だったら3個で実は循環しますと、あまりに関して。で、実はモッド7だと少なくとも、今これ2だから3個だけど、例えばじゃあ3のなんとか乗がモッド7でどうなるかって時に、1乗だったら3ですよね。で、3の2乗だったら9だから、9っていうのはモッド7だと2ですね。で、そしたら次3の3乗ってのはもうこれで考えちゃっていいから、6ですね。これに3をかければいいから6で、じゃあ続きましょうか。じゃあもう18だから、18だからこれにかければいいからね。4とで、3の5乗は12だから5、12だから6、すごい調子いいね、うん、で3の6乗掛け算掛け算3の6乗は15だから、1で、1が登場したらまた繰り返される、循環する。だからそれ1、2、3、4、5、6個で循環します。実はモッド7だったら少なくとも6回で循環するんです。今、まあ、3回で循環するのもあるけども、モッド7だったら絶対に少なくとも6個以内で循環しますというのがフェルマの小定理なんですけども、少なくとも6個以内で、だからこれだと6個ね。だから2だったらまあ3個だし、もちろん1のべき乗だったらもうずっと1個循環っていうふうに、何のべき乗だろうとモッド7だったら絶対に6回で循環する、少なくとも。で、19だってモッド19だったら実は18回以内に循環、まあ、だから最大でも18個ですよっていう話なんだ。なんとなくそんな気はするが、うん、証明しろと言われる。そうで、それを証明するのはもちろんね、ここでなんだよっつって、じゃあ答え出しましょう、じゃあね、私一応動画ではそういうことしないんで証明しましょう。で、実はこの考え方っていうのは、クレジットカードで買い物しますね。あの時のクレジットの情報を、あ、なんとなく分かってきた、相手に渡した時の、うん、暗号のやり取り実はしてるんですよ、こっそり。そのあ、わかりました、はい、証明できます。本当に、うん、うん、どうぞ。え、でもこれ結局19ってまあ1から19で18か、あまりは、あまりか、うん、1から18でこれ18個あるのか、うん、18個あって、で1が出た時点で循環するわけじゃないですか、うん、で、ああちょっと待ってよ。まあだから確かにそうですね、18個で、まあ1が出たらもうその時点で循環するよう
だから、まあ、18回に1回ぐらい出そうな感じで。出そうな感じはするけど、繰り返し同じ数が出るっていう可能性もありますもんね。例えば、あ、まあ、ずっと5とかね、ずっと5とか、まあ、なんか5が2回出てくるとか可能性もなきにしもあらずかもしれない。ということで、じゃあ、はい、証明しましょう。はい、え、これちょっと時間かかっていいやつですか、うん、いや、これの答えを出すの。え、これ今から何するんですか。え、その今言った事態だから今から証明しようと。あ、担当さんが証明してくれるんですね。いや、証明しようとしてるのは、うんと、これピーソス。ちょっと親知らずの抜いた跡が痛んできた。さっきのは実は、さっきは2の元7の話だったでしょ。はい。で、2の6乗は1ですよっていう話なんです。あ、で1が出る、 P-1 は1になるんですか。そうだ、でさっきだから3の時も6乗で1だったから、その1が出てからは循環したわけでしょ。はい、3の1乗が3で、で9は2でっつって、うん、で最後1が出てきて、3の6乗の時にね、うん、で1が出たらまた繰り返しになるよと、うん、だから実は6乗の時は1です、うん、でそれは実は一般的に、ある数の P-1 乗は絶対に1ですよ。さっき2の時は3個で循環したけど、3個で循環するってことは6本目も1でしょ。なんとかなんとか3個目が1で、こうだから、ね、6個目1でしょ。さっき元7なんですよ。元7で、元7で2のべき乗の時は1乗2乗で3乗で1が出てきた。だから3個循環だったけど、それは別に6個循環と考えてもいいわけでしょ。ね、なんで必ず P-1 乗は1になるとへいうのが、これから証明しようとしている。この A は A は、どこまでいけるんですか。別に、P と互いにそうだったら何でもいい。へ、もちろん P だったらこれ P のなんとか乗は P で割り切れちゃうからね。これ今モッド P の話で、モッド P の話、ね、モッド P の話で A が P の倍数だったらそれはもう、絶対割り切れちゃうでしょ。うんうん、ね、7のなんとか乗は絶対、じゃあ例えば9のこれも1になるってこと。そうです。へー、元7だったね。そうなんだ、うん、っていうのを今から証明しましょう。これ元7だけじゃなくて、モッド P、 モッド P、 モッド素数。モッド素数、だから、素数は例えば101とかって素数でしょ。はい、だからなんとかの100乗は、これ実はみんな習ってます。いや、習ってないです。あ、ね、で、まあ、じゃあ俺もちょっとさっき大島さんたちで疲れちゃったから、じゃあ堀池さん証明お願いします。いや、できないです。さっぱりわかんねえよ。ほんと、じゃあ堀池さんに、じゃあうーってうなってもらえるかもしれないんでやります。じゃあ今モッド P でも一般的にやっちゃいます。P で割った余りっていうのは何通りありますか。 P で割った余りは P-1 とか。そうね、割り切れるを除けば余りは 1,2,3,4P-1 までですよね。これが、P で割った余りの全種類、うん、で今このですから、もちろん1はモッド P で1だし、2だし3だし、そのままね、モッド P で、モッド P でこれらは全部そのまま 4P-1、うん、で今これを A 倍します。かける、これを A 倍します。かける A だから A2A3A4A って、うん、P-1A でこの A はもちろん P と互いにするはず、うん、で今このまた P-1 個の数が出てきましたね、うん、じゃあこれをモッド P で考えた時にどうなるかって時に、もちろんそれぞれがいくつなのかは分かりません、うん、A の数次第けど、一つ言えることは、うん、ちょっと待ってください。これかける A したのは何ででしたっけ。ちょっといや、まあ、単にこの数に A をかけただけ、単にかけただけ、うん、これ今余りは全部で P-1 種類の1から P-1 までの数に、うん、単に A っていう P と互いにするの数だったら何でもいい、 A をかけただけ、うん、単にかけただけ、これをかけただけ、うん、で今ここに出てきた P-1 個の整数はモッド P で考えたときにどれが、これが1とか2とか分かるんですよ。分からないですよ。けど一つ言えることは全部バラバラです。どれかが1でどれかが2でどれかが3で、だからどれかとどれかが両方2ですよとか。P だ。そうか。でだからそれもそうかじゃなくて、これもなぜか。いや、なんとなくそうだとは思うんですけど。うん、
全部バラバラですと、どれかがで P 低い値とかね、うん、もう全部バラバラです。でそれはなぜかということだけはちゃんと証明していきましょう、はい、そんなに難しい話じゃないです。じゃあそれはなぜバラバラかなく証明の仕方わかります？いや、わかんないです。すごいモヤモヤする、うん、じゃあ証明します。ちょっと少しシンキングタイムはない。あ、別にいいけど、そんなにわかんないと思う。うん、難しいかなって気がする。じゃあどうぞ、はい、で今とりあえず前提条件としては1から P-1 まで全部違う、モッド P でも違う数ね、うん、で今それを A 倍した出てきたこの数がモッド P で全部違うこと自体はそんなに自明じゃないので証明します。で今じゃあ、全部バラバラの反対、逆は何？全部バラバラの逆、逆命題、少なくとも一つは同じものがある。すげえ正しいこと言ってる全部バラバラの逆はちゃんと少なくともですけどね、でもね、少なくとも一組同じでね、うん、一組同じものがあると。全部バラバラの逆は少なくとも一つ一組同じがある。でこれが否定されたら、これが今こう少なくとも一つ同じ組があるよっていう仮定をして話を進めて、そう話を進めて、それが否定されたら全部バラバラって言うんですよね、はい。じゃあこのうちのどれかとどれかが、ね、このうちのどれかとどれかがモッド P で、モッド P で合同だとします。はい、どれかとどれかだから、じゃあこれのうちの I 番目と J 番目を A 倍した IA と JA がモッド P で合同だとします。はい、ってことで、ね、同じがあるってことだね。はい、同じ。モッド P で同じだというものがあったとします。で、これ合同式はもちろん普通に引き算もできます、あ、移項もできます。で、この0ってのはどういう意味？割り切れるってことだから P の倍数。そうですね、0っていうのはこれが P の倍数であることを示しています。で、今前提条件でさっきから繰り返している A っていうのは P と互いに素な数ってことは、これは P の倍数ではありません。ってことは、これが P の倍数になるためには i-j が P の倍数、うん、でこれ移行できるから i-j、 そしたらこれと矛盾する。そうね、これとこれが同じっていう、全部違うが出てたからね、うん、ってことは、これが否定されたんで全部バラバラですということが言えましたと。じゃあまずここで今全部バラバラが言えました。じゃあ次に、今目標はこれね、今これ突然掛け算します、うん、どうなりますか？掛け算をする、うん、これはもう記号で書くしかないですね。あれですね、あのびっくりマーク、そう、 P-1 の解消ですね、はい、でこれも全部掛け算します。はい、これは A の A かける P-1 の解消でいいのかな。ちょっと足んないのがあるよ、こういう大事なものが出てるよ。A の P-1 乗。そうですね。で今これとこれは今さっき言ったようにこれ全部バラバラだから、モッド P で言うなら 1,2,3 順番違うけどね、順番違うけど、モッド P ならこれはこれなんだよね、うん、だからこれは合同 P-1 の解乗ですよね、うんうん、これ今全部バラバラって言ったんだから、うん、じゃあこれ今ちょっと横に書きたかったんだけど、移行すると、 P-1 の解乗括弧 A の P-1 乗マイナス1が P の倍数ですと、うん、P-1、 ここで素数が大事になる。 P-1 の解乗の中に P の倍数がありますか？ある。 P ん P-1 のん P-1 の解乗というのはこの掛け算ね、うん、この中に P と共通の約数を持つ数はありません。ないですよね、 P 素数だから、はい、だから P 素数が大事なんです。これがもしも12とかだったらこういう数があるからね、うん、でも13だからこれ以下に13と共通の約数を持った数はないんです、うん、ってことはこれ P の倍数ではありません。はい、そうするとこれが P の倍数ですと、A の P-1 乗引く1が P の倍数です。0です。0。移行したらこうなりますと。はい。いうことが証明できたんです。これ。おー、ほんとだー。ってことは、この問題が解けちゃうと。へー。
ってことはこれは2の18個でだからもう循環しますと、うん、ってことはこれが18の組が何個あるかのうちの何個はもうどうでもよくて、え、2022÷18 ってこと？して、で、大事なのはそれ分数で書いても普通、あまり分かんないでしょあ、そっか、失礼失礼筆算すればいいの？そうですね、普通に筆算してください。それは筆算する以外多分あんまりいい方法ないです。なんか心配になってきた。大丈夫だよ視聴者にバカにされるから筆算間違えたら、うんうん、6ですね。大事なのはこの6だけ、はい、ってことは結局これは何と合同かって言ったら2の6乗ぐらいは計算できるよねと。じゃあ最後答えを出しましょう。はい、はい、4の3乗だから、うん、16×4 で64、はい、でそれを19で割った余りだから19×2 かな、2じゃなくて3か57 7合ってるかな。でこれですから2の6乗でいいんだったら2人が4、42が8、8人16で、こういう時にマイナス3って考えると結構やりやすいんですよ。掛け算が。で、1乗、2乗、3乗、4乗、5乗がだから、マイナス6。で、マイナス12。で、あまりマイナス12かもちろん、あまりじゃダメだから、これ19、モッド19だから、19足しても同じなんで、7合ってますと。ということでできました。ホリケンさん、一応以上です。うん、どうぞ真ん中で最後顔ぐらい出して番組の宣伝してくださいあ、番組の宣伝をするよ。いや別に違う、そうじゃなくて、じゃあ感想でもいいですよ。感想ね、いやなんか、え、途中で忘れた、これフェルマーの定理、小定理、うん、どう関係あるんだろう。フェルマーの定理のあの形と全然違う。あ、違う、フェルマーの最終定理ってあの革命ですよ。あ、関係ないんだ関係ないですよ。あ、なんか前段階のやつじゃない。フェルマーが証明したちっちゃい定理、そう、大定理を証明するための小定理じゃなくて、だと思ったんですよ。あの、フェルマーの定理その1、はあはあ、で、証明できた定理その1で、証明できなかった大定理っていう、それだけ話です。あ、なんかすいません、最初のイメージが間違ってたせいで、これ何も関係なさそうだなって思ってしまった。あ、じゃああまり、ふ、なんだよってことすいません。じゃあ、おちゃん、最後一言、チャンネルの宣伝でもしてください。はい、カットしちゃうかもしれないけど、嘘嘘嘘嘘嘘、見に来てね、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ゆるこのように、今まで投稿した問題から厳選200問を、問題を見て解いて、で答えはきれいに書いてある、そして映像もすぐに見られるというシステムになってますんで、ぜひ概要欄から、購入の方お願いいたします。鈴木貫太郎のオンラインサロン新聞6紙拾い読み、私が新聞6紙を読んで気になった記事についてあれこれ本音で語る生配信、毎日朝夜交互で8時半からお送りしております。 YouTube では話さないような、本音もちらほらと語っております。おかげさまで、始めて20日間以上過ぎましたが、当初予想していた人数よりも多くの方に入っていただきありがとうございます。私自身も、毎日新聞6紙を4時間以上かけて読む習慣がついて、この年になっても学ぶべきことが多くて、日々自分自身が向上していくことを自分自身で楽しんでおります。まずは7日間無料体験がありますので、そちらでぜひお試しください。